メグズ軍は、アメリカ合衆国オハイオ州にある軍である。2010年の国勢調査によると、軍内の人口は23,770人であり、2000年と、比して698人増となっている。軍庁所在地はポメロイ。軍名は、第4代オハイオ州知事リターン J、メグズジュニアにちなんだものである。2010年の国勢調査によると、 軍の総面積は1 1 2 1 5 k ルである。この内陸地が1 1 1 4 0 k ル、水域が7 5 k ルである。オハイオ川が軍東部から南部にかけての境界線となっている。メグズ軍はアパラチア山脈地帯の一部であるアパラチア高原に広がっている。山脈中の高地の霊に漏れず、その地勢は起伏が激しい。 高いところでは、北西部の海抜298メートル。低いところでは、中南部のオハイオ川沿岸地域の163メートルと、高低差がある。軍の大部分は、オハイオ川の支流である、シェード川およびリーディングクリークの流域である。軍の北西端には、ラクーンクリークが流れている。19世紀後半以来炭鉱が主要な産業となっている。露天炭鉱。 地下炭鉱ともに存在したが、そのほとんどが1990年代までに創業を停止した。軍の景観には炭鉱産業の影響が今日もまだ見られる状態である。高い土壁やボタ山など採掘の過程で人為的に形成された地形が当時のまま残されている。メグズ軍の気候は湿潤大陸性気候に分類されると考えられている。夏は蒸し暑く、 冬は冷え込み雨雪も多い。年間平均降水量は 1041mm で特に集中する月はない。7月の平均最高気温は摂氏25度前後で平均最低気温は摂氏15度強である。夏場に摂氏32度を超えるのは珍しくない。1月の平均最高気温は摂氏5度前後で平均最低気温は氷点下5度前後である。 ほぼ毎年、氷点下17度前後、時にはそれ以下を記録する日がある。年間平均降雪量は500ミリメートルから630ミ、mm、リメートルで、11月下旬から4月、第1週まで続く。オハイオ川周辺の渓谷地帯は、河川の影響による微小気候下にあり、他の地域と比べて、寒暖の差が小さく、このため、 植物の成長期も長く続く傾向がある。他の微小気候地域としては、群中に点在する小渓谷の寒気だまりと呼ばれる地域がある。ここでの夜間の気温は、たびたび周辺地域よりも低くなる。2000年の国勢調査当時、群内には23,072人、9,234世帯、6,574家族が居住している。 人口密度は21人、経平方メートルである。1782個の家屋があり、家屋密度は10個、経平方メートルである。人種別に、人口分布を見ると、白人が97.73%、黒人、または、アフリカ系が0.69%、先住民が0.27%、アジア系が0.10%、 その他0.25%、根血が0.96%である。ヒスパニック系、または、ラテン系は0.6%を占める。9234世帯中、18歳未満の子供を含む世帯は31.20%、夫婦が同居する世帯は56.90%、配偶者のいない女性を世帯主とする世帯が10.00%、 家族でない世帯が28.80%である。全世帯のうち25.00%が単身世帯であり、65歳以上の独居世帯が11.70%である。1世帯の平均人数は2.47人で、1家族の平均人数は2.94人である。世代別の人口分布を見ると、18歳未満がーセント。 18歳以上24歳以下が8.40%、25歳以上44歳以下が27.70%、45期は以上64歳以下が25.20%、65歳以上が14.80%という構成になっている。中央値年齢は39歳である。女性100人あたりの男性は94.70人で、18歳以上の 女性100人あたり男性は92.80人で、ある。世帯あたりの平均年収は27,287ドルで、あり、家族あたりの平均年収は33,071ドルで、ある。男女別に見ると、男性38,21ドルに対し、女性19,621ドルとなっている。一人あたりの収入は13,848ドルで、 ある。14.30%の家族及び19.80%の個人が貧困線を下回っている。ここには18歳未満の26.30%及び65歳以上の14.50%が含まれる。メグズ軍の地図。軍区と自治体を示す。ありがとうございます。